こっち見てなかった。てかそれっぽいとこが多分もうこっちしかないんだけど。あ、あれじゃん、思いっきり三つ見っかったぞ。てかどうなんだろうな、残ってるクエスト、まあ、これはまあ無理でしょ。でこれ今できたでしょ。これまだ多分ね、進めていかないと兄弟出てこないから、話進めないとダメか。これもまあダメ、ダメなのかな。ロイヤルフィッシュ、まあ、せいぜいこんぐらいだな。魚はもうなんかもう基本的にまあ害でやっていいよな。するわけなんで流木進めっか。話進めます。見ない。さっき2個目取った時にあれでしたね、なんかローバー、あのローバーがなんかこのような荷物を必要としていたのかみたいな言ってましたね。こんなにたくさんみたいな、シロが言っていた。これ誰に頼まれたんだっけ。さて、海岸の地広場のここに、ああはい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 、この人だ。よ。うん。大赤字を免れましたよ。ああすげえ、ありがとう。ちょっと口出しておきましたので、道具屋、一体中に何が入っていたんだろう。道具屋行ってみますか。ちょっと食すまね、道具屋、道具屋隣か。ああ、うん、力の果実偶数、おお、ああすげえ、あれが増えたんだ。なるほどね。さあ、ちゅうわけでじゃあ話進めますか。どうすりゃいいんだ俺は、まあ、バッテンのついてるときは行けばいいんだよな、基本的にこのゲームは。うむ、あーてかあれが船で行けばよかった。うん、まあいっか、たまには。さんの仲間、エミール、カイネ、そしてこのイノシシである。100人力だな。今はなきエラストラに捧げるわ。エラストラな、いいやつだったな。ん、いいやつ、いや別にいいやつではなかった、何回も殺されたしな。敵地、ああそっか、思い出、あ、え、なあおい、宝の地図、うん、うん、宝の地図探してくれってわけさ。いいっすよ、うん、まあね、野原に落ちて、うん、古い紙、図書館じゃない、行ってみっか。
そうだよ、神殿に行けっつあれだったね。てかあの種のせいで相当時間かかったからな。ポポリ、俺のポポリはどこだ。うん、古い紙、ふい、こんな簡単に見っかんのかな。ロードの時のあれだな、ヨナが。そっか、そういえばこんなんだったもんな。直そうにもって感じだよな。うん、うん、塩の町。うん、あ、俺はどうなってんだこれ。開かない、なるほど。あれはダメ、 あの子たちか。俺入れるということは、何これ、襲ってきた機械。ちょうどかけん、あージオラマ。植物の葉の、これ一体なぜポポルさんの白にそっくりな。なんだなんだ、あのキューブがいる。おお、うん、砂の神殿。お、ってことはあとボスみたいなのは4体。マジかこれ。ポポルさん一体何を知っているんだ。いや分かんないけど、開いてるよな。でもなんか今まで入れなかったよな。なんか聞けないかな。いや、聞けないの、多分。ポポルー、はい、行ってきまーす。ポポルさん、俺のポポル。ポポルさん、ラスボス説。うん。地図。お、あったあった。仮面の街、万能すぎるだろ、あいつ。うん、仕方ねえなあ。行くか。ボスのなんかコレクションが、うん、うん、なるほどなあ。こっちか。両手剣とかもたまには使おうか。でも威力がな、でも言うてこれもまあ直進なんだよな。直進だし小せえのには当たんねえしな、最後の一撃が。っていうのがあんすよね。うん、おお、行き来が楽になりました。まあ、早く砂の神殿行けっつ話だけど、このクエスト終わったら行こっか、さすがに。つい口ずさみたくなってしまうの。エミール、まだ知らないうちに毒になっているのかもしれない。墓地って何なんだろうな。あれ、ここって何かあったっけ。うん、カイネさん、
すげえ毒になってない。やったのか。うむ。移動が楽になりました。いろいろと。すっちゃか、すっちゃっちゃ。最悪丸太は買えばいいけど、鉄、鉄鋼が、時間がかかる。専門の素材、機械油、ヤギの毛が、ヤギの毛はあるかもしれない。よし、話進めっか。機械油な、ロボット山だべな。よし、じゃあまずあれだ、石の神殿、あれだっけ、神殿行こう。とりあえず いいっすね。あと22000か。21まではまだまだだな。いやー、てかやったあれだな、10万になりましたね。まだなってねえけど。あ、お、なかなかやるね。あ、散歩に当たった今。当たんじゃん。威力が全然違うな、やっぱ。とどめあるんだな。あ、これあんま使ってないな。降ってくるやつな。あ、ロイヤルフィッシュ、まあいいや。魚は、あは、嘘でしょ。結構減ったな、しかも。うっす、石の神殿連れてってください。話が進めよ。やったね、タエちゃん。この洞窟の先に石の神殿があるぜ。そしてその先に魔王の城。行くぞ。頼もしい3人の仲間たち。そうだな、イノシシは入れたけど、さっき白を忘れてたな。とんでもねえ失態だ。おお、なんかイコとかトリコ思い出すな、こういう構造を見ると。イコね、いいゲームでしたね。トリコか、どっちかつ、いや、一食用紙のトリコめっちゃ延期したかんな。俺の友達だってトリコ買うためにプレステ3買ったけど、プレス4だからな、結局出たの。何年ぐらい延期したんだっけね。5年ぐらい延期したのかな。いや、5年じゃ効かねえかな。お、なんかある。ういっ、あ、これ、王妃の玉座、槍っていうか、あれだな、兄弟召喚できればあれか、パワーアップしてもらえるような。だいぶ下がるな。で、これ強えよな。だってもう一本の槍必要ねえもんな。だって重くて威力低いんだもんな。
やっとお話が進むぜ。こんな中か。うむ、久しぶりだね。こんなんだったな。敵も強くなってんべな。硬いです。おお、戦争は変わってしまった。誰が出して、エミールが出してんのか、あの紫のやつ。お、今は開かない。今は真っ赤だ。カイネさん真っ赤やで。むむ、おお、なんかこの鎧の敵すげえ久しぶりに見た気がするわ。どんだけクエストやってたんだなって。まずだって大人っていうか青年になって、であれか、エミールのやつを進めて、でカイネ復活させて、主なあれはそこだもんな。で今あれだもんな。普通シナリオ進めてたら多分そんな長くないんだろうな。せっかくだから、でもできるクエストは全部やりたいよ。 A 型なんだよね、ついついそういう言ってるべ。あ、出んかった。絶対ここでと思った。なんか聞こえる。アイテムは出ません。魔法防御、魔法防御プラ15つけるぞ。どう考えてもつけるでしょう。魔法防御、待って、どれにつけられる。これじゃないな。魔法防御だからこれ武器かな。今つけてんのがこれか。あれ、ということは体術か。おお、うむ、おい、ミールやる。これ何、どうすりゃいいのこれ。掴めるところがない、ないです。無理なんだ。そっちから行けませんよってことなんだな。じゃあだよな。え、違う、うん、え、なんかある、あれだって。手もなく手詰まりだぞ。
さてどうしたもんか。こっち来たらでも敵湧いてきてるな。んかあるのかな。いけない。開かない。ほら、なんかないですかね。エミール君はあれ、元の姿に戻すこと。あ、どこ行き、どこ行きよる。どこ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 。やるね。気のせいかな。ぐるぐる回ってみよう。一周してしまったけど、なぜ登っていくしかないのか。何があれなんだろう。いけないってわけじゃないのかね。あれなあ。なんとかいけないっすかね、あれ。まあ無理か。はい、何が足りないんだこれは。押せない。あ、え、今出たな。な、引けんじゃねえか。マジか、普通に引けたんだわ。これは、え、掴むコマンド出ないぞ。さっきでも出ないと思ったら出たかな。無理か。もうちょっと端っこ持ってとかできないかな。あ、これをさ、もっともっと違うんだよ。そうじゃないんだよ。あと、これでいいや。あ、これでなんとかなんじゃん。よし、あくべ、あ、ダメ。はい、オッケー。は、何これ、どういうこと。お、え、マジでシビアすぎじゃない。たやすいものだ。まあ、だいぶたやすくなかったもん。
頼もしいぜ。便利だなこれ本当に。強いからついつい使ってしまう。探偵があれだったの前回かい。こっちにあえてこっちに鍵とかあんじゃないとか、なんか勘繰りながら行くぞ。なぜか謎解きの時だけ一人になってしまう。じゃああとお前よろしくみたいな。謎解きとか専門外だからみたいな。じゃああとリーダーよろしくみたいな。きっとそういう感じの扱いなんだろう。簡単だなこれ。これわかるぞ。キャサリンというゲームを過去にやっていたことがあってだな。ん？動かないな。キャサリン。いいゲームでした。いいゲームだったわ。これ多分こうだよな。で。引いて、まあ、こうだべ。判定がなかなか出ないですね。あ、なるほどな。引き扉だから、よっしゃあ。壁に若干時間かかるけどやっぱいいっすね。あ、まあブレイク、やっぱこういう系の敵を倒すとブレイクとか出やすいのか。出やすいとかもう決まってんだべな、何が何を落とすかみたいな。でべ、あれ出んの。いけど、しかいけんだ。おい、硬いね。そんな、おおおおお、そんな硬いの。箱殴りだ。敵が不備になるぐらいの箱殴りっぷりだ。あんまそういえばこれ使わないな。たまには使ってあげる。出やがった。最大多分マジ強えよなこれ。どこどこ。そして誰もいなくなった。なるほど、楽勝は。このこれつかめたらさっき分かんなかったんだよな。あれってなったんだよな。もうちょいやってもよかったな。あの下に引いてさらにみたいなのをこれからやれってことか。これいける？いけんの？あれ木箱ある？もしかしたらあるね。これなんか入ってべ絶対。薬草ん？薬草
ありがとう。絶対出べえな。行くぞ。俺はこれを信用しきっている。たまには違うのも使わないとな。いやーでもこれ、まあ、正直強えんだよなこれな。ぶっちゃけ強えんだよなこれ。こんなんですもん。こんなになるんですもん。あ、なんか一人しかいない。そうでもなかった。ちゃんと仲間はいてくれて。どうしようか。処刑だっけ今。処刑とかもたまには使ってあげよう。全体あれ処刑でもかっこいいかな。回復とかをね考えてやっぱ弾とかあと旋舞がかなりいいんですよね。ヌエイトも相当いいんだけどな。力の果実、うん、何事があってもあった。ああ、でかい系じゃないですか。あ、やべえ、こいつまあまあやる。な、何？魔法防御プラス10。体術か。魔法武器特殊 MP 吸収。MP 吸収。なるほど、すべてに有効と。HP 吸収か。 MP 吸収、なるほど、そういうことか。え、技を出しながら MP 吸収ってどうなっちゃうんすか。割と激アツなんじゃないか、わかんないけど。これはでも HP だもん。なるほどなるほど。あ、ちょっ、あ、やべ、そっか外か。でやばく、なんもやばくないんだけど、多分こっちが正規ルートなんだけど、中に戻る。槍の腰穴がやだ。そっか、じゃあセーブポイント近いな。すげえくだらんところで時間を5年もの間にいろいろ変わっていた。キベ、じゃあ行くぜ。シパパパパ、あれ来ねえ。うん、なるほど。で、この先になんか結構良さげな武器があるって感じですかね。なぜ読めた。これをこっちにやってこう引いて、これ引いて、はい、 OK。これなんか武器なきゃ嘘っしょ。
うん、奥これだ。うっす、誰だ、綺麗に正してくれた人が、誰が整備しといてくれたんだ。あれ、こんなにくぐったっけ。まあいいや。